こんにちは、お元気ですかイブセですすかイセあのですね、あの東京とワシントン DC っていうのはね、あの時間差、時差が約13時間ありますからね、24日といっても日本では25日になりますよね。24日の夜はとても忙しいよという、まあ、そういうお話を、ね、していきたいと思います。まあ、これでね、都市伝説の世界で盛り上がっていたあの、あの EBS がいよいよ本当に来るんでしょうか ね、それでは早速いってみましょうね寅さんがですね自身の SNS でこんな発言をしました明日24日の夜はとても忙しいよ楽しんでねこれですよ寅さんっていつもね意味深なことを言いますよね えー、私ね、この楽しんでねっていう言葉、これちょっと気になりませんかめちゃくちゃ気になったんですけどね。っていうのもね、4回目の基礎がありましたんで、トラさんは24日、ジョージア州の拘置所に出頭します。 ね出頭し,しなきゃいけないわけよ起訴されたらねでまあドラさん陣営にしてみればその対応でね大忙しだと思いますそりゃ忙しいですよ大変なことですよね保釈金も用意しなきゃいけないしいろんなね書類も作らなきゃいけないもう大変なことですよ弁護士の人たちねでもね私たちにとっては何か楽しいことが待っているってことなんでしょうかどう思います あのトラさん以前ね、4回目の基礎でやつらを終わるって言ってましたから、ここで何か重要な、めちゃくちゃ重要なことがね、起こる、あるいは、まあ、そういう発表があるっていうことじゃないでしょうか。やはりね、EBS が起動して重大発表があって、その後ソフト戒厳令、そして寝さらげさらという、まあ、そういう流れなんでしょうか。 まあ、都市伝説の世界ではそういうことをね、もう、ま、めちゃくちゃ言ってる人いっぱいいますね。ワクワクドキドキっていう感じですけどね。でね、あの、BRICS 首脳会議に、ね、ビ,ビデオ出演したプーチンさんがこんなことを言ってました。世界貿易におけるドルの支配は終わる世界通貨としてのドルを放棄することは後戻りできないプロセスだアメリカドルは 客観的かつ不可逆的なプロセスで世界的な役割を失いつつある。ね。どうですトラさんと同じようなことをプールさんも言ってるんですよ。ね。これなんかね、裏で結託してるっていうことじゃないでしょうか。 ですからね、ブリックス通貨がね、どのこうのってね、そういうね、もう金の裏打ちをした通貨がこれから発行されるっていう、そういう重大な発表があるんじゃないかってみんな言ってましたけど、これってね、あの、サンドマン作戦のことじゃないでしょうか。サンドマン作戦ですよ。あの、米国債とドルを持っている国がいっぺんにそれを売って、ドルをデフォルトして終わらせるっていう、あの作戦ですよ。ね。 あの作戦をブリックス足並み揃えてやるぞっていうことじゃないですかねまあすでにもうやってるもう準備はもう整ってるっていうことじゃないでしょうかねまあそもそもブリックス参加国がアメリカドルを排除するわけですよねあのサウジアラビアとかが出てきて、ね、参加してこれに加盟したらね 石油の産油,産油国がね、ドルを排除したら大変なことになりますよ。で、そこへ来て、米国債を一気に売られたらもうアメリカは終わりますよ。株式会社アメリカの倒産が表にさらされるっていうことですよ。もうすでにあの,会、ね、あの会社っていうか、株式会社アメリカはもう負債だらけですから。ええ もうどこで生産するのっていうリセ、どっかでリセットしなきゃいけんじゃんっていう、まあ、そういう話になってると私は思うんですよね。まあ、そんな風にね、えー、都市伝説筋の情報の、ね、人たちはみんな言ってますよね。で、問題は日本がどう出るかってことですよ。ね。あの米国債を最も多く持っている国は日本とシナなんですよ。ね。 このグラフ見てみてください。もう日本とシナ、この2つの国でアメリカの国債はもう完璧にこの、ね、支えているっていうことじゃないですか。日本とシナがアメリカを支えているんですよね、言うたらね。でもね、あの、日本はアメリカの国債を売ろうとして消された大臣が過去にいますからね。だからなかなか手が出せなかったんですよ。ね。ですよね。 でもね、このグラフちょっと見てください。2022年から、ちょっと日本、ね、日本でこの青いグラフですけどね、青い線ですけど、日本も米国債を手放してるんですよね。これってどういうことハザード・モフィアの拘束力が弱まってるっていうことじゃないでしょうかですよね。 やっぱり日本でもね、大量逮捕が進んでいるってことなんでしょうかあの、大量逮捕ってなるとね、そんなことあるべきにい,いじゃんっていうね、否定する人もいますけど、こういうのを見るとね、日本もいよいよね、自由に独立できそうな雰囲気になってるっていうことかもしれませんね。でね、シナもね、2013年にシュウさんが 国家主席に就任してハザードマフィアに操られた連中を粛清してですよアメリカの国債を少しずつ手放してるんですよね見てくださいよねこの紫色の線なんですけどちょっとずつちょっとずつ減らしてるでしょね手放してるんですよつまりここで日本とシナが一気に株式会社アメリカの息の根を止める っていうことなんでしょうかなんかそんな感じがしません、ね、で以前ね、トラさんがインタビューでこう述べています。ドルは暴落する。基軸通貨としての支配力を失っている。っていうね、そんな風に言ってますで。トラさんは水面下でハザードマフィアの、ね、資金源を断つことに着手していましたからね。まあ、トラさんが一番、ね、優先順位として、ね、行ってたのは子供の救済。 ね、救出これにもう一番力入れてたわけですけどそれと同時並行でやつらの資金源を断つっていうこともやってたわけですよだからバチカンから金を大量にねこう運び出したりなんかしてるわけじゃないですかねそういったことがいよいよ表に出てくるというまあそういう時期に今来てるっていうことじゃないでしょうか今まではどんなにドルが暴落してもね日本が買い支えていました アメリカがどんなに国債を発行して無駄遣いしても日本が買い支えてきたんですよ。でもね、もう日本は買わないよってなればアメリカは終わります。ね。キーマンは日本だったんだっていうことですよね。でね、あのー、今ね、あの福島の処理水を放出するのが話題になってますよね。 あの隣国の人たちが「やいのやいの」言ってますよねこれはね日本がアメリカドルとアメリカ国債を放出するっていう暗示なんだそうですよこれねあくまでも都市伝説地の情報なんですけどねあなたはどう思いますかいかがだったでしょうか あのー、神様は乗り越えられない試練は与えないって誰かが言ってましたよね。ですから、環境がどうあろうが、私たちは豊かで幸せな人生を送っていきましょう。愛と感謝に満ちあふれた、そんな社会をですね、私たちの手で作っていきたいな、なんて思います。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。 チャンネル登録もねぜひぜひぜひよろしくです最後までご清聴ありがとうございました